ある時はこんなこともありました。それは夏のどんよりと曇った日のことでしたが、私はある郊外の文化村とでも言うのでしょう。実験あまりの西洋館がまばらに立ち並んだところを歩いていました。そしてちょうどその中でも一番立派なコンクリート作りの西洋館の裏手を通りかかった時です。ふと妙なものが私の目に留まりました。 と言いますのは、その時私の鼻先をかすめて勢いよく飛んでいった一匹のスズメが、その家の屋根から地面へ引っ張ってあった太い針金にちょっと止まると、いきなり跳ね返されたように下へ落ちてきて、そのまま死んでしまったのです。変なこともあるものだと思ってよく見ますと、その針金というのは西洋館の尖った屋根の頂上に立っている飛来心から出ていることがわかりました。 無論、針金には被膜が施されていましたけれど、今、雀の止まった部分は、どうしたことか、それが剥がれていたのです。私は、電気のことはよく知らないのですが、どうかして空中電気の作用とかで、飛来針の針金に強い電流が流れることがあると、どこかで聞いたのを覚えていて、さては、それだなと気づきました。こんなことに出くわしたのは初めてだったものですから、 珍しいことに思って、私はしばらくそこに立ち止まって、その針金を眺めていたものです。すると、そこへ西洋館の横手から兵隊ごっこか何かして遊んでいるらしい子供の一団がガヤガヤ言いながら出てきましたが、その中の6つか7つの小さな男の子が、他の子供たちはさっさと向こうへ行ってしまったのに、一人後に残って何をするのかと見ていますと、今の 平らいの針金の手前の小高くなったところに立って、前をまくると立ち正弁を始めました。それを見た私は、またもや一つの妙計を思いつきました。私は中学時代に水が電気の導体だということを習ったことがあります。今、子供が立っている小高いところから、その針金の飛膜の取れた部分へ正弁を仕掛けるのはわけのないことです。 小便は水ですから、やっぱり胴体に相違ありません。そこで、私はその子供にこう声をかけました。おいぼっちゃん、その針金小便をかけてごらん。届くかいすると子供は、なあにわけないや、見ててごらん。そう言ったかと思うと、姿勢を変えて、いきなり針金の字の現れた部分をめがけて小便を仕掛けました。そして、 それが針金に届くか届かないに恐ろしいものではありませんか。子供はぴょんと一つ踊るように跳ね上がったかと思うとそこへばったり倒れてしまいました。後で聞けば、平井心にこんな強い電流が流れるのは非常に珍しいことなのだそうですが、かようにして私は生まれて初めて人間の感電して死ぬところを見たわけです。この場合もろん、 私は少しだって疑いを受ける心配はありませんでした。ただ子供の死骸に取りすがって泣き言っている母親に、低調な悔やみの言葉を残して、その場を立ち去りさえすればよいのでした。これもある夏のことでした。私はこの男を一つ生贄にしてやろうと目指していたある友人。と言っても、決してその男に恨みがあったわけではなく、 長年の間、無二の親友として付き合っていたほどの友達なのですが、私には、かえってそういう仲のいい友達などを、何にも言わないで、ニコニコしながら、あっという間に死骸にしてみたいという、異常な望みがあったのです。その友達と一緒に、某州のごく変皮なある漁師町へ、秘書に出かけたことがあります。無論、海水浴場というほどの場所ではなく、海には、 その部落の尺道色の肌をした小アッパたちがバチャバチャやっているだけで、都会からの客といっては、私たち二人の他には、画学生らしい連中が数人、それも海へ入るというよりは、その辺の海岸をスケッチブック片手に歩き回っているにすぎませんでした。名の売れている海水浴場のように、都会の少女たちの優美な肉体が見られるわけではなく、宿といっても、 東京のキッチン宿みたいなもので、それに食べ物も刺身の他のものはまずくて口に合わず、随分寂しい不便なところではありましたが、その私の友達というのが、私とはまるで違って、そうしたひなびた場所で孤独な生活を味わうのが好きな方でしたのと、私は私でどうかしてこの男をやっつける機会をつかもうと焦っていた際だったものですから、そんな漁師町に、 数日の間も落ち着いていることができたのです。ある日、私はその友達を海岸の部落からだいぶ隔たったところにある、ちょっと断崖みたいになった場所へ連れ出しました。そして、飛び込みをやるのにはもってこいの場所だ、などと言いながら、私は先に立って着物を脱いだものです。友達もいくらか水泳の心得があったものですから、なるほど。 これはいい、と私に習って着物を脱ぎました。そこで私はその断崖の端に立って、両手をまっすぐに頭の上に伸ばし、1、2、3、と思い切りの声で怒鳴っておいて、ぴょんと飛び上がると、見事な子を描いて、逆島に前の海面へと飛び込みました。バチャンと体が水についた時に、 胸と腹の呼吸で水と水を切って、わずか二三尺潜るだけで、飛び魚のように向こうの水面へ体を表すのが、飛び込みのコツなんですが、私は小さい自分から水泳が得意で、この飛び込みなんかも朝飯前の仕事だったのです。そうして、岸から十四五軒も離れた水面へ首を出した私は、立ち泳ぎというやつをやりながら、片手でぶるっと顔の水を払って、 おーい飛び込んでみろと友達に呼びかけました。すると友達は無論何の気もつかないで、よしと言いながら私と同じ姿勢をとり、勢いよく私の後を追ってそこへ飛び込みました。ところが、しぶきを立てて海へ潜ったまま、彼はしばらく経っても再び姿を見せないではありませんか。 私はそれを予期していました。その海の底には水面から一軒ぐらいのところに大きな岩があったのです。私は前もってそれを探っておき、友達の腕前では飛び込みをやれば必ず一軒以上潜るに決まっている。したがってこの岩に頭をぶつけるに相違ないと見込みをつけてやった仕事なのです。ご承知でもありましょうが、飛び込みの技は、 上手なものほどこの水を潜る度が少ないので、私はそれには十分熟練していたものですから、海底の岩にぶつかる前にうまく向こうへ浮き上がってしまったのですが、友達は飛び込みにかけてはまだほんの素人だったので、真っ逆さまに海底へ突き入って、嫌というほど頭を岩へぶつけたに相違ないのです。案の定しばらく待っていますと、彼は、 ほっかりとマグロの死骸のように海面に浮き上がりました。そして波の間に間に漂っています。言うまでもなく彼は気絶しているのです。私は彼を抱いて士に泳ぎ着き、そのまま部落へ駆け戻って宿の者に急を告げました。そこで出漁を休んでいた漁師などがやってきて友達を解放してくれましたが、 ひどく脳を打ったためでしょう。もう蘇生の見込みはありませんでした。見ると頭のてっぺんが五六寸切れて白い肉がむくれ上がっている。その頭の置かれてあった地面には帯だしい血潮が赤黒く固まっていました。後にも先にも私が警察の取り調べを受けたのはたった二度きりですが、その一つがこの場合でした。 何分人の見ていないところで起こった事件ですから、一応の取り調べを受けるのは当然です。しかし、私とその友達とは親友の間柄でそれまでに居かい一つしたこともないとわかっているのですし、また、当時の事情としては、私も彼もその海底に岩のあることを知らず、幸い私は水泳が上手だったために危ないところを逃れたけれども、彼はそれが下手だったばっかりに、 この不祥事を引き起こしたのだということが明白になったものですから、難なく疑いは晴れ、私は帰って警察の人たちから、友達を亡くされてお気の毒です、と悔やみの言葉までかけてもらうありさまでした。いや、こんな風に一つ一つ実例を並べていたんでは再現がありません。もうこれだけ申し上げれば、皆さんも私のいわゆる 法律に絶対触れない殺人法をだいたいお分かりくだすったことと思います。すべてこの調子なんです。ある時はサーカスの見物人の中に混じっていて、突然ここでお話しするのは恥ずかしいような途方もないへんてこな姿勢を示して、高いところで綱渡りをしていた女芸人の注意を奪い、その女を墜落させてみたり、火事場で 我が子を求めて反響欄のようになっていたどこかのサイ君に、子供は家の中に寝かせてあるのだ。空、泣いている声が聞こえるでしょうなどと暗示を与えて、そのサイ君を猛歌の中へ飛び込ませ、つい小殺してしまったり、あるいはまた、今や見投げをしようとしている娘の背後から、突然、待ったーと、尊強な声をかけて、そうでなければ、 見投げを思いとどまったかもしれないその娘を、はっとさせた拍子に水の中へ飛び込ませてしまったり、それはお話しすれば限りもないのですけれど、もうだいぶ世も吹けたことですし、それに皆さんもこのような残酷な話はもうこれ以上お聞きになりたくないでしょうから、最後に少し風変わりなのを一つだけ申し上げてよすことにいたしましょう。 今までお話ししましたところでは、私はいつも一度に一人の人間を殺しているように見えますが、そうでない場合もたびたびあったのです。でなければ3年足らずの年月の間に、しかも少しも法律に触れないような方法で99人もの人を殺すことはできません。その中で最も大人数を一度に殺しましたのは、そうです。 昨年の春のことでした。皆さんも当時の新聞記事できっとお読みのことと思いますが、中央線の列車が転覆して多くの負傷者や死者を出したことがありますね。あれなんです。なあに、バカバカしいほど増作もない方法だったのですが、それを実行する土地を探すのにはかなり手間取りました。ただ、 最初から中央線の沿線ということだけは検討をつけていました。というのは、この線は私の計画には最も便利な山道を通っているばかりでなく、列車が転覆した場合にも中央線には日頃から事故が多いのですから、ああ、またか、というくらいで、他の線ほど目立たない利益があったのです。それにしても、注文通りの場所を見つけるのには、 なかなか骨が折れました。結局、M 駅の近くの崖を使うことに決心するまでには十分一週間はかかりました。M 駅にはちょっとした温泉場がありますので、私はそこのある宿へ泊まり込んで、毎日毎日湯に入ったり散歩をしたり、いかにも長泊まりの当時客らしく見せかけようとしたのです。そのために、 また10日余り無駄に過ごさねばなりませんでしたが、やがてもう大丈夫だという時を見計らって、ある日私はいつものようにその辺の山道を散歩しました。そして宿から半里ほどのある小高い崖の頂上へたどり着き、私はそこでじっと夕闇の迫ってくるのを待っていました。その崖の真下には汽車の線路が カーブを描いて走っている。線路の向こう側は、こちらとは反対に、深い険しい谷になって、その底に、ちょっとした谷川が流れているのが、かすむほど遠くに見えています。しばらくすると、あらかじめ定めておいた時間になりました。私は、誰も見ているものはなかったのですけれど、わざわざ、ちょっとつまずくような格好をして、これも、 あらかじめ探し出しておいた一つの大きな石ころを蹴飛ばしました。それはちょっと蹴りさえすればきっと崖からちょうど線路の上あたりへ転がり落ちるような位置にあったのです。私はもしやり損なえば幾度でも他の石ころでやり直すつもりだったのですが、見ればその石ころはうまい具合に一本のレールの上に乗っかっています。半時間の後には 二人列車がそのレールを通るのです。その時分にはもう真っ暗になっているでしょうし、その石のある場所はカーブの向こう側なのですから、運転手が気づくはずはありません。それを見定めると、私は大急ぎで M 駅へと引き返し、ハンリの山道ですから、それには十分30分以上を費やしました。そこの駅長室へ入って行って、大変ですと、 さも慌てた調子で叫んだものです。私はここへ当時に来ているものですが、今、半里ばかり向こうの線路に沿った崖の上へ散歩に行っていて、坂になったところを駆け下りようとする拍子に、ふと一つの石ころを崖から下の線路の上へ蹴落としてしまいました。もしあそこを列車が通れば、きっと脱線します。悪くすると谷前落ちるようなことがないとも限りません。私は、 その石を取り除けようといろいろ道を探したのですけれど、何分不安内の山のことですから、どうにもあの高い崖を下る方法がないのです。で、ぐずぐずしているよりはと思ってここへ駆けつけた次第ですが、どうでしょう至急、あれを取り除けていただくわけにはいきませんでしょうかと、いかにも心配そうな顔をして申しました。すると、駅長は驚いて、それは大変だ。 今、下り列車が通過したところです。普通なら、あの辺はもうとっくに通り過ぎてしまった頃ですが、というのです。それが、私の思うツボでした。そうした問答を繰り返しているうちに、列車転覆死傷数知らずという報告が、わずかに基地を脱して駆けつけた、その下り列車の車掌によってもたらされました。さあ、 大騒ぎです。私は、雪がかり上一晩 M の警察署へ引っ張られましたが、考えに考えてやった仕事です。手落ちのあろうはずはありません。無論、私は大変叱られはしましたけれど、別に処罰を受けるほどのこともないのでした。後で聞きますと、その時の私の行為は、刑法第129条とかにさえ、それは、 500円以下の罰金刑に過ぎないのですが、当てはまらなかったのだそうです。そういうわけで、私は一つの石ころによって少しも罰せられることなしに、えーっと、あれは、そうです。17人でした。17人の命を奪うことに成功したのでした。皆さん、私はこんな風にして99人の人命を奪った男なのです。 そして少しでもくゆるどころか、そんな血生臭い刺激にすらもう飽き飽きしてしまって、今度は自分自身の命を犠牲にしようとしている男なのです。皆さんは、あまりにも残酷な私の所業に、それそのように眉をしかめていらっしゃいます。そうです。これらは、普通の人には想像もつかぬ極悪非道の行いに相違ありません。ですが、 そういう大罪悪を犯してまで逃れがたいほどのひどい退屈を感じなければならなかったこの私の心持ちも少しはお察しが願いたいのです。私という男はそんな悪事をでも企む他には何一つこの人生に生きがいを発見することができなかったのです。皆さんどうかご判断なすってください。私は狂人なのでしょうか あの、殺人教とでも言うものなのでしょうか。かようにして、今夜の話し手の、ものすごくも機械極まる身の上話は終わった。彼は、幾分血走った、そして白目がちにドロンとした、狂人らしい目で、私たち聞き手のものを、一人一人見回すのだった。しかし、誰一人これに答えて、 批判の口を開くものもなかった。そこには、ただ薄気味悪く、チロチロと瞬くろうそくの炎に照らし出された、七人の蒸気した顔が、微動さえしないで並んでいた。ふと、ドアのあたりの垂れ着布の表に、っかりと光ったものがあった。見ていると、その銀色に光ったものが、だんだん大きくなっていった。それは、 銀色の丸いもので、ちょうど満月が密雲を破って現れるように、赤い垂れ衣の間から徐々に全き円形を作りながら現れているのであった。私は最初の瞬間からそれが給仕女の両手に捧げられた我々の飲み物を運ぶ大きな銀盆であることを知っていた。でも不思議にも、 万象を無限化しないではおかぬこの赤い部屋の空気は、その世の常の銀盆を何かサロメ劇の古井戸の中から奴隷がヌッと突き出すところのあの予言者の生首の乗せられた銀盆のようにも幻想せしめるのであった。そして、銀盆が垂れ幕からできってしまうと、その後ろから清流塔のような幅の広いギラギラした段びらが、 匂いと出てくるのではないかとさえ思われるのであった。だが、そこからは、唇の厚い半裸体の奴隷の代わりに、いつもの美しい休児女が現れた。そして、彼女がさも快活に七人の男の間を立ち回って飲み物を配り始めると、その世間とはまるでかけ離れた幻の部屋に、世間の風が吹き込んできたようで、なんとなく不調和な気がしだした。 彼女は、この家の開花のレストランの、華やかな株と、乱水と、キャーというような女のしだらない悲鳴などを、ふわふわと、その身辺に漂わせていた。ソーラ、撃つよ。突然 T が、今までの話し声と少しも変わらない落ち着いた調子で言った。そして、右手を懐中へ入れると、一つのキラキラ光る物体を取り出して、ヌーっと、 救治女の方へ差し向けた。あという私たちの声と、バンというピストルの音と、キャーと弾切る女の叫びと、それがほとんど同時だった。無論私たちは一斉に席から立ち上がった。しかし、ああ、なんという幸せなことであったか。撃たれた女は何事もなく、ただこれのみは無残にも打ち砕かれた飲み物の器を前にして、 ぼんやりと立っているではないか。<laughs> t 氏が狂人のように笑い出した。おもちゃだよ、おもちゃだよ。<laughs> はなちゃんまんまと一杯食ったね。<laughs> では、今なお t 氏の右手に白煙を吐いているあのピストルは、ガングに過ぎなかったのか。ああ。 びっくりした。それ、おもちゃなの ?T 氏とは、以前からお馴染みらしい球児女は、でも、まだ唇の色はなかったが、そう言いながら T 氏の方へ近づいた。どれ、貸してごらんなさいよ。まあ,あ、本物そっくりだわね。彼女は、照れ隠しのように、その玩具だという六連発を手に取って、飛び込みしていたが、やがて、 悔しいから、じゃあ、たしも撃ってあげるわ。言うかと思うと、彼女は左腕を曲げて、その上にピストルの筒口を置き、生意気な格好で、T 氏の胸に狙いを定めた。君に撃てるなら、撃ってごらん。T 氏はニヤニヤ笑いながらからかうように言った。撃てなくってさ、バン前よりは、一層鋭い銃声が、 部屋中になり響いた。うう。ー。何とも言えぬ気味の悪いうなり声がしたかと思うと、T 氏がぬっと椅子から立ち上がって、ばったりと床の上へ倒れた。そして手足をバタバタやりながら苦悶し始めた。冗談か。冗談にしてはあまりにも真に迫ったもがきようではないか。 私たちは思わず彼の周りへ走り寄った。隣にいた一人が卓上の食材を取って苦問者の上に差し付けた。見ると T 氏は蒼白な顔を痙攣させてちょうど傷ついたミミズがくねくね跳ね回るような具合に体中の筋肉を伸ばしたり縮めたりしながら夢中になってもがいていた。そしてだらしなく裸ったその胸の黒く見える傷口からは 彼が動くたびに、たらりたらりと真っ赤な血が白い皮膚を伝って流れていた。ガングと見せた六連発の第二発目には、実弾が装填してあったのだ。私たちは、長い間、ぼんやりそこに立ったまま、誰一人身動きするものもなかった。機械な物語の後のこの出来事は、私たちにあまりにも激しい衝動を与えたのだ。 それは、時計の目盛りから言えば、ほんのわずかな時間だったかもしれない。けれども、少なくともその時の私には、私たちがそうして何もしないで立っている間が、非常に長いように思われた。なぜならば、そのとっさの場合に、苦悶している負傷者を前にして、私の頭には、次のような推理の働く余裕が十分あったのだから。 意外な出来事にそういない。しかし、よく考えてみると、これは最初からちゃんと t の今夜のプログラムに書いてあった事柄なのではあるまいか。彼は99人までは他人を殺したけれど、最後の100人目だけは自分自身のために残しておいたのではないだろうか。そして、そういうことには最もふさわしいこの赤い部屋を、 最後の死に場所に選んだのではあるまいか。これは、この男の機械極まる性質を考え合わせると、まんざら検討外れの想像でもないのだ。そうだ。あの、ピストルをガングだと信じさせておいて、救治女に発砲させた技巧などは、他の殺人の場合と共通の彼独特のやり方ではないか。こうしておけば、下手人の救治女は、 少しも罰せられる心配はない。そこには私たち6人もの証人があるのだ。つまり t は彼が他人に対してやったと同じ方法を、加害者は少しも罪にならぬ方法を彼自身に応用したものではないか。私の他の人たちも皆それぞれの考えにふけっているように見えた。そして、 それはおそらく私のものと同じだったかもしれない。実際、この場合、そうとより他には考え方がないのだから。恐ろしい沈黙が一座を支配していた。そこには、うっぷした窮地女のさも悲しげにすすり泣く声がしめやかに聞こえているばかりだった。赤い部屋のろうそくの光に照らし出された、 この市場の悲劇の場面は、この世の出来事としてはあまりにも無限的に見えた。突如女のすすり泣きの他にもう一つの異様な声が聞こえてきた。それはもはやもがくことをやめてぐったりと死人のように横たわっていた。t 氏の口から漏れるらしく感じられた。 氷のような旋律が私の背中を這い上がった。クッ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 てックックックッっックックックッのック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 ッっック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  胸の底から絞り出される苦痛のうなり声のようでもあった。だが、もしや、おおやはりそうだったのか。彼は意外にも最前からたまらないおかしさをじっと噛み殺していたのだった。みなさん彼はもう大声に笑い出しながら叫んだ。みなさん、わかりましたかこれが。すると、ああ。 これはまたどうしたことであろう。今の今まであのように泣き言っていた給児女が、いきなり快活に立ち上がったかと思うと、もうもうたまらないというように体をくの字にして、これもまた笑いこけるのだった。これはね。やがて T 氏は、あっけに取られた私たちの前に、一つの小さな円錐形のものを手のひらに乗せて差し出しながら説明した。 牛の膀胱で作った玉なのですよ。中に赤ンキがいっぱい入れてあって、命中すればそれが流れ出す仕掛けです。それからね、この弾丸が偽物だったと同じように、さっきからの私の身の上話というものはね、始めからしまいまでみんな作り事なんですよ。でも私はこれでなかなかお芝居はうまいものでしょう。さて、 退屈屋の皆さん。こんなことでは皆さんが始終を求めなすっているあの刺激とやらにはなりませんでしょうかしら。彼がこう種明かしをしている間に今まで彼の助手を務めた給仕女の起点で開花のスイッチがひねられたのであろう。突如、真昼のような伝統の光が私たちの目を幻惑させた。そして、その白く明るい光線は たちまちにして部屋の中に漂っていたあの無限的な空気を一掃してしまった。そこには暴露された手品の種が醜いムクロをさらしていた。黄色の垂れ衣にしろ、黄色の絨毯にしろ、同じテーブル掛けや肘掛け椅子、果てはあのよしやりげな銀の食材までが、なんとみすぼらしく見えたことよ。赤い部屋の中には、 どこの隅を探してみても、もはや、夢も幻も、影さえ留めていないのだった。